皆さんこんにちは、しょうまにです。今回はお菓子レビューということで紹介していきます。今回紹介するお菓子はこちら、じゃじゃーん、ロッテのパイの実ですね。なんと深みショコラ味になります。で、なんとみんなで分けよう、個包装タイプになります。で、まあ、上の方には、まあ、ロッテチョコを味わうシェアパックと書いてあります。結構濃厚なんですかね、まあ、こんな感じで袋はまあ結構大きめになります。で、裏はこんな感じで、もうパーティー用って感じですね。はい。個包装の秘密、パイの実コアラが隠れているかも、見つけたらラッキー。なんかコアラのマーチのキャラクターがいますね。まあ、同じロッテですからね、大丈夫でしょうということですかねで、まあ、パイの部分と、そして中には深いカカオの味わいのチョコが入っているということですね。楽しみです。で、まあ、リスの絵とかが書いてあって、パイの実ファクトリー、森の中にある小さなパイの実ファクトリーから美味しいパイの実をお届けします。黒いココアパイに深いカカオの味わいって書いてありますね。で、まあ、原材料名はこんな感じで、小麦粉、マーガリン、砂糖、植物油脂、カカオマス、いろいろ入ってますね。で、栄養成分表示はこちらに書いてあります。で、賞味期限ですね。はい、大丈夫ですね、はい。で、箱タイプもあるみたいです。あ、ちなみにアレルギー物質はこんな感じですね。乳成分、小麦、大豆。はい、では早速開けてみましょう。よいしょ、じゃんじゃーん、こんな感じ。あー、かわいい。おー、なんか甘い香りがこう、いい香りいい香りですね。で、まあ2つ入ってますね。で、よくパッケージを見てみますと、パイの実って書いてあって、あとリスの絵も書いてありますね。ではいただきます。よいしょ。さて、どんな味なんですかね。まあ普通のパイの実よりおそらく濃いんじゃないんでしょうか。いただきます。うん、濃厚ですね、本当に。通常のパイの実より本当に濃厚な味わいですね。チョコもすごい、なんだろう、濃い感じで、とても美味しいですまあそもそもパイの実自体久々に食べましたね。全然最近食べてなかったんで。でも好きなお菓子ですね。はい、もう一度いただき、もう一個いただきます。まあ、食べたところで申し訳ないんですけども、中はこんな感じですね。うん、うん、美味しいです。お茶が欲しくなるお茶かジュースが欲しくなりますね飲み物が欲しくなります。じゃあ、もう一袋食べてみたいと思います。いいですよね、こういうなんか個包装になってるのが、みんなで楽しく食べれますのでね、分けて食べれますので。はい、ではいただきます。あ、ちなみに表面はこうツヤツヤなんですよね、パイの実って。で、裏はまあ何も
ツヤがない感じですね。はい。うん。あとこのパイの実の外側がすごいサクサクしてるんですよね。やっぱりパイですから。うん。この食感がまたね、たまらないんですよね。うん。で、パイの実の一番いいところは、これは今回に限らず、あの通常のパイの実もそうなんですけども、やっぱり一口サイズなので、もう、パクッと、もう、一瞬で食べれちゃう。一瞬でというか、まあ、もうすぐ口の中にこう、入れて、もう、サクサクとこう、食べれるので、やっぱ手軽でいいですよね。はい。はい、というわけでね、まあ、説明は、ほとんどちょっと少なかったんですけども、本当に美味しかったです。通常のパイの実より、確かにすごい深い味わいで、まあ、深みショコラって書いてありますからね。まあ、とてもチョコの味がすごい濃厚で、はい。そして、まあ、食感は通常のパイの実とそんな変わりはなかったですね。もう、いつものパイの実って感じで、もう、サクサクっと食べれましたので、はい。はい、すごく美味しかったので、はい。で、箱のバージョンもあるみたいなのでね、はい。まあ皆さんもぜひ、もし、お店で、まあお菓子売り場とかで、見かけたら、ぜひ、今度買ってみて、食べてみてください。はい。まあ気になった方はぜひ、はい。買って、購入して、そして食べてみてください。はい。本当におすすめです。というわけで、今回は、ロッテのパイの実、深みショコラを紹介しました。そしてレビューいたしました。気になった方はぜひ、買ってみてください。はい。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。次回の動画もお楽しみに。